どうも、中野区のチャンプです。今日はですね、僕が毎週指導に行ってる、チャンプボクシングファイトクラブの動画載せたいと思います。僕自身はね、ボクシング練習生歴、16年ジムに通ってて、プロでも何でもなく、もうめちゃくちゃ、才能のない、ただ弱いね、練習生なんですけど、まあ、ずっとボクシングやってたんでね、ちょっとボクシングの底辺拡大じゃないけど、ボクシングやりたいと思う人たちに今教えに行ってます。ちなみに、僕の師匠は西田義則さん、僕のジムの会長ですね。この方です。で、僕の担当トレーナーはドイ・コロニータさんですね。元日本スーパーバンタム級1位の、この人です。この人ですね。ドイ・コロニータさん。まあ、ボクシングファンの方だったらみんな知ってると思うんですけど、僕はこの二人に教わっていることをさらに、教えてるっていうね。おじさんたちに教えてるんですけど、ボクシングは30代でも40代でも、やりたいと思った時からがボクシングなので、ちょっと僕の解説入れながら練習風景流していきたいと思います。こちらです。どうぞ。はい、そうですね。まずは、シャドーボクシングから。これはもうね、正しいフォームを身につけることが大事なんで、もう鏡を見ながら、もう何度も何度も反復して、まずそれともワンツーの練習ですね。ジャブ打って右、ワン、ツー、ワン、ツーですね。これ終わったらお互い向かい合ってシャドーボクシングするんですけれども、ちょっとやっぱ練習生同士ですと、ちょっとおかげ、手加減しちゃうんでね、僕乱入しました。とにかく手数。もう左左左、もうジャブ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 、上下に打つと。とにかく手数。もうお互い当たらない距離でやってるわけだから、もうここ大事なのは、シャドーボクシング大事なのは、とにかく手数出すっていうことと、動く。同じ位置には絶対行っちゃいけないって。打ったら動く、打ったら動く。相手のパンチ当たらない位置にいるけれども、ちょっと反応して、とにかく左、左、左。ジャブ、ジャブ。それで左回り。円を描くように、ステップ踏みながら動くっていうね。手数意識して。向かい合ってのシャドーボクシングは、もうとにかく、スタミナ強化のために手数出して、もっと打ってきていいよって今言ってますね。もっと打たなきゃダメ。そう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 。これぐらいいいですね。練習生のここにさ、先輩なんですけど、うん、うまい。で、ダッキングのコツなんですけど、下見ながらダッキングしてるから、もう、頭は下向かないで膝でかわすように意識しようと。膝でかわしつつ、目線を反らさないでダッキング。ダッキングね、目線反らすとパンチ飛んできたら効いちゃうんでね。はいね、またスタート。はい、手数。はい、交代。林元社長、林さんですね。交代して、はい、手数出して、手数出して、手数出して。手数、左回りになりながら手数ですね。お互い手数で、一回、はい、シャドウもありまして、ミット打ちですね。うん、はい、ワンツー、うん、基本のパンチワンツー、うん、いいですね。うん、打ち割りガードしっかりして、ああ、ナイスフック、いいですね。今のフック、まあ、いいですねって褒めながら70点と言ってるんですけど、そんなに高くないっていう、90点ぐらい上げてもよかったんですけど、もっとコンパクトに左フック打ってみましょうっていう風に指導してますね。ちょっと大振りになってるんで、肘の角度は90度、ああ、いいですね。今の左、これもいい、うん、打った時の角度は90度になるように意識して左フック打ってください。で、ワンツーのタイミングで今度左ボディ行くんですけど、ワンツー左ボディのコツは相手の右側に、うん、まっすぐ入らないで左側に入ってボディ打つっていうね、ボディ打つポジションに入るっていうことが大事。で、今度この左ボディ打った後に相手のガード下げさせて顔面に左フックコンビネーション。そうですね、林さんちょっと打つ時に右手下がっててガードが下がってるんで、ここ気をつけてくださいっていうふうに指示してますね。最後今のコンビネーションに右ステライトをかぶせるっていう、ちょっと今林さん失敗しました。ワンツー左ボディ、左フック右ストレート。そうですね、もう一回いきましょうか。ワンツー左ボディ、左フック右ストレート。そうですね、ワンツー左ボディ、左フック右ストレート。うん、ちょっと疲れてきてる。はい、どうした、疲れてないっていう風に指示してますね。疲れてない、もう疲れたらもうガード下がるから、そこ気をつけてください。うん、疲れたらガード下がれないように、下げないように気をつけてくれって言ってますね。で、疲れたら臨戦体制は解かないで、もうジャブ打って、疲れたらステップバック、ステップしてリラックス、肩の力抜いて、とにかくジャブ、疲れたらジャブ、
今度左トリプル、左ジャブの3連打なんですけど、まっすぐ3つじゃなくて左ジャブ、左ボディ、左フック、最後右ストレート、左の角度全部変えて打っていくってね。そうですね、うまいですねこれ。でこっからはボディの練習、ボディ連打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 、はい、もう一回ボディ連打ですね。でボディ連打して相手のガード下げさせといて、最後顔面に右ストレート、このコンビネーションも結構よく当たると思います。最後顔面、あ、いいですね。ちょっとスピードシーきちゃってくださいっていう風に言いました。うん、ナイス、うまい。ボディって、そう、練習でやらないとね、本番ならない。はい、次は初心者の小西さんなんですけど、初心者の方はやっぱもうジャブが重要なんで、もうジャブしかやらない練習です。これはね、左腕がね本当に疲れるんですけど、とにかくジャブで、まあ、ジャブ打つときにやっぱりその肘引いてね、大振りになってるんで、肘は引かないで、こうノーモーションでジャブ打っていくっていう練習ですね。うん、そうですね、モーションを聞いて相手にバレてしまって当たらないんで、いかに小さく早く体重乗せて打つかっていうのが大事なんで、もう、はい、左入れた後にやっぱガードを下がる癖があるんで、もうそこを意識して気をつけてくださいっていうふうに指示してますね。はい、ジャブ連打、これジャブ連打打つのも今ちょっとスピード意識しすぎて2発とも手打ちになってたから、もうここはもうちょっと体重乗せて打つ練習ですね。うん、フォーム意識して、ああいいですね。疲れてきたらステップ踏んでリラックスリラックス、肩の力抜いて、いいね、すごい良くなってきてますよね。うわ、お前もガードも良くなってきてるし、こういう飲み込みが早いですね。もともと運動神経いいんでね、小西さんはやっぱ教えたらすぐできますよね。もうとにかく平腕でもう疲れてきて乳酸溜まってるんですけど、ジャブジャブジャブしかやらない。次はジャブを上下に散らすっていう、顔面の前にボディ、顔面ボディですね、下上下。これやっぱ慣れないと難しいんですけど、左手一本で上下に散らすっていうのはこれ有効に当たるパンチなんでね、よく練習しなきゃいけないですね。うん、このスピード意識して、うん、そうですね、うん、ちょっとコンビネーション変えて、左手一個だけでこんだけバリエーションがねいっぱいあるっていう、もう素晴らしいことですよね。最後ね、最後の一発力入れるのは大事なんですけれども、そのためにちょっと大振りになりすぎてるんで、とにかくジャブはノーモーションで打つ、引かない、腕は引かない、ノーモーションで力強くスピード重視して打つってことが大事ですね。で今の場合はちょっと距離が詰まりすぎてるから、全然力が入ってないんですね。腕が曲がりきってるところで当たっちゃってるんで、もう少しもう半歩下がって打ってきてください。もうだいぶ疲れてきてね、でも動かなくなってきたっていうんですけど、まあちょっとここはまた頑張ってもらって練習、上下に散らす、ジャブを上下に散らす、はい、1ラウンド終わりですね。全然できないっていうふうにおっしゃってたんですけど、もう最初は仕方ない、いやもう初心者にしてはよくできてる方なんですね。本当に一流の上手い選手っていうのは左手一本で相手コントロールして試合を支配するんで、そうすると左手一本の角度を変えながらこう試合やっていきましょうっていうのを今指導してますね。はい、疲れるけどミット打ちは続きます。2ラウンド目、今度はダッキング対応しながら打つ、ダッキングしてね、かわしたらすぐ打つっていうね。はい、ダッキングしてアッパーアッパー左フック、ダッキングしてアッパーアッパーストレート、これロックンロールっていうコンビネーションです。僕は西田会長に教わってる、よく教わってるコンビネーションですね。マーク栗原トレーナーが開発したらしいですよ、このコンビネーション。これもね非常に連続で疲れるんですけど、とにかくひたすら連打、疲れるとやっぱりガード下がってきてしまう癖があるから、もうから下げちゃダメだって、下げないで、ガード下げないでって、うん、ガード下げない、うん、とにかく連打、うん、ここからはもうずっと連打の練習です。スタミナ強化頑張って、はい、20連打、
はい、終わりじゃないですよって、終わりじゃないですよって、もうガードしてガードしてって、この時もう限界超えてもう手上がらないって言ってたんですけど、はい、もし疲れたんだったらもうジャブ打って休まなきゃダメですよって、臨戦に対して解いたら相手どんどん迫ってくるから、休みたい時はとにかくジャブ打って相手と距離取って休まなきゃいけないから、休みたかったらジャブ、もうここからもひたすらジャブ、もうジャブで牽制して距離取って休まないと、はい、休みたかったらジャブ、休みたかったらジャブ、休みたかったらジャブ、もうジャブ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 、もう左が重要なんでね、ここから辺はもう全然体動かないって言ったんですけど、とにかくコンビネーションの練習、はい、ガード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 、疲れてくると前荷重になりすぎると相手のカウンター飛んでくるから、攻撃した後に常にガードするっていうね、これ重要です。はい、交代。はい、また初心者の小西さん、今度は左ばっかだとやっぱ飽きてしまうから、ワンツーの練習ですね。やっぱ前に行きすぎない、うん、前に行きすぎない、打った後にカウンター飛んでくるってことを意識して、うん、練習しないといけないですね。で、今打ってるジャブがちょっと軽すぎるから、やっぱジャブに先込めて体重乗せないとやっぱ相手止まってくれないですからね。ジャブでパンチでストッピングしないといけないんだよね。で、右ストレートがやっぱ近すぎるせいかちょっと楕円形の軌道になってるんで、まっすぐ打ちましょうというね。ここからはもうとにかく一発一発丁寧に右ストレートをきれいに打つ練習ですね。打ち抜くつもりです。おー、すごく良くなってきてる、いいですね、うまいですよね。とにかく丁寧に指導していくってことですね。はい、今回の動画は以上ですね。ボクシングやっぱ最初はね、習いたての頃はもうジャブが重要なんで、とにかくジャブの練習だと思いますね。もう最初の3ヶ月間ぐらいはもうジャブでいいぐらいで、僕が教わってるトレーナーはジャブはね、普通は7対3みたいなこと言うけど、いやもう10-0でいいって言ってました。もうとにかく試合とかはもう10-0でいいと思って。で、今後の目標としては、このまま修行してて、もう自分も含めて、みんなで、スパーリング大会を目指してやっていこうかなと思ってて、やっぱね、ボクシングは試合してなんぼなんで、練習も楽しいけど、試合の方が重要だと思うんでね。また次回の動画で、ボクシング練習風景載せたいと思います。また次回どうぞ。